よぉ、イチ来るのを待ってたよ。ちょいと一杯付き合えよ。大晦日なんだしさ。俺に用事って飲み相手のことか。師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね。何言ってんだよ。俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピンして。肝臓ボロボロなんだろう。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。うん、悪かったよ。ありがとうね。おい、イチ。竹雄のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年、志らくのママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。分かった。イチ、いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか。あったら貸してくれよ。ふざけんな。ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時はたまたま腹壊してただけだ。ああ、おい。
あ、ありがとうございます。はい。母さんとこにあんだろ、桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや一ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ、時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバア、それ以上おやすさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、三つ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。
相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。兄貴、借金男はいたか。はい、あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか、知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は、ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなければ財布置いて。舐めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことは。ヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ、ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ、財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ、わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ、カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。見るんじゃねえぞ。手加減しねえぜ、俺の番だな。ほら来いよ、見せてやるよ。こっちを来た。これで、えっ、よっ、よし行くぞ。強くなった気がするぜ。やっぱりあんた強えな。
だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。え、何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、ああはい。よし行くぞ。見て、ちょっと兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろ。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな、母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それがなんすか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってな。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。柱からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、ホールは2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、柱。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。は、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、バカがお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すいません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。
いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて。大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。なんすか？それ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで、弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが、即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。若？若？
若っ！行くぞ。若っ。いらっしゃいませ。こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと若、速攻話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。おう。はい。おう。